皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。もうびっくりぶったまげの、もうとてつもなくとんでもない半端ない無料のウェブアプリを見つけてしまったので、もうみんなにぜひ知ってほしいなと思ってこの動画を撮っている次第でございます。あのシグナルバーセルっていうアプリなんですけども、マジでこれパソコン持ってらっしゃったらぜひ一回はもう試してみる価値もありありのありありでございます。もう激烈におすすめ。まあ実際ね、この画面見ていただくとこんな感じの画面なんですけども、まあこれはいわゆるピアノロールっていう画面でございまして、まあ普通のね、打ち込みソフトとかをインストールすると必ず出てくるような、まあね、よくある画面なわけですよ。パチパチとこのオブジェクトを打ち込むことで、音を鳴らすことができると。再生してみると、こんな感じで、まあ音を鳴らしてくれると。で、ワンとかに関しても、この縦にこうバンド並べたりとかすると、まあピアンと。まあ、鳴らしてくれるっていう、まあ、そんな感じのアプリなんですが、まあ、今までこういうピアノロールを使ったね、その打ち込みのアプリっていうのは、大体その無料でも有料でも、まあ、ダウンロードして、で、そのパソコンにインストールをして、パソコンの中のそのプログラム、アプリケーションをこの開いて、まあ、やっていくっていう感じだったんですが、このシグナルバーセルの本当もうとんでもないたまんねえところとしては、これね、実はね、Google Chrome でね、もうサイトを開いてるだけなんです。このヤバさ伝わんないですよね。マジ伝わんないですよね。なんかね、二十数年のこの DTM 経験者からするとですね、これはマジでこのね、もうね、革命的どころじゃないですよ。もう壊滅的に、もう革命的でございますよ。こんなに半端ないことは本当にないよ。だってもうね、皆さんパソコン開いてさ、この動画開いていただいて、この概要欄のところにある URL をパチッとクリックしていただければ、皆さんのパソコンに同じ画面がバーンと出てくるんですよ。これはマジで、半端ないことですよ。で、このピアノロールを使ってね、このいろいろポチポチ打ち込みすることで、まあ何ができるかっていうと、まあ単純にその作曲ができますよね。で、頭の中になんか思い描いてるメロディーとかをね、もっと具体的な、なんかこのスケッチとかをラフ画をもっと具体的なアイデアに変換することもできるし、あと音楽理論、コード理論とかスケール理論とか、そういったものをね、身につけるためにもすごい有益なんですよ。で、リズムの概念を身につけるにもすごい有益だし、で、何よりもその、ポチ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 作ってるとですね、結構面白いんだ、これが。本当に。なので、そうね、本当も言葉通り、なんかポチポチ、うわ、できた、イエーイみたいな感じで遊んでると、自然ともう音楽理論とか自然とリズムを覚えてしまうみたいな感じの、もうおもちゃとしてもね、最高のツールなんですよ。まあ今まで僕はね、中学校1年生、中学校2年生ぐらいの時に打ち込みをたくさんやったのが、まあその音楽理論の習得に役立ったかなーなんていう話をしたんですけど、したことがたくさんあるんですけども、本当まさに同じことがね、これでもできるので、もうパソコン持ってらっしゃったらね、ぜひ、もうぜひ試してくださいませ。むちゃくちゃ面白いから、本当に。おすすめの視聴方法としては、まあスマートフォンとかタブレットとか、まあできれば画面が大きいタブレットが、良いかと思います。を、再生して脇に置いておいて、あ、この動画ね、この動画再生して脇に置いておいて、で、パソコンの方でこのシグナルバーセルを、まあ起動して僕と一緒にですね、この作業をしていくって感じでやっていくと良いかと思います。まあこのアプリの紹介だけではなく、使い方とかね、そのショートカットコマンドとか、まあそういったこともですね、合わせて紹介させていただきますので、ぜひとも最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。むちゃむちゃ面白いから、本当に。では、まず、このシグナルバーセルを開いていただいたら、そうですね。まあ、とりあえず、なんかこう、簡単な曲を入力していきたいところなんですけども、そうですね。なんかこの、カエルの歌みたいな、なんか、まあやっぱり音楽の基礎といえばですね、カエルの歌でございますよ。もうみんな大好き、カエルの歌。まず楽器をすると言ったら、まあ、カエルの歌からスタートみたいな。あの曲って、何なんですかね。民謡とかなのかな？外国の。まあ、とりあえずカエルの歌のそのバッキングをまあバーッと作って、じゃあメロディーを作るっていう感じにしていきましょうか。二つのトラックを作って、やったーできたーっていう感じにしていきましょう。とりあえずまあこのシグナルバーセルの画面を開いていただくとこんな感じになっているかと思います。まず音色の設定をします。アコースティックピアノの文言をクリックして、まあ好きな音色を選んでください。こんな感じでクリックするとね、そのそれぞれの音がペン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 となるので、まあ好きな音色を選んでくださいませ。エレクトリックピアノ。これとかもいいですね。で、ここから、このポチ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 とオブジェクトを入力していくんですけども、まず覚えていただきたいショートカットコマンドが1と2です。キーボードの1と2。これ。何が切り替わるかっていうと、1がこの鉛筆ツールで、2が選択ツールです。鉛筆ツールで、このね、オブジェクトポチ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 と打ち込んでいきます。で、選択ツールで、このね、まとめて、まあ、削除したりとか、まとめて動かしたりとかってやっていくんですけども、こんな感じで1と2がまず、一番最初に覚えたいショートカットでございます。鉛筆。モードにして、まずそうだな。そうですね。
C4。ホイールで上に、あーっと登っていって C4 のところに行きましょう。で、この C4 の横、ここに、オブジェクト1個ポツンと置いてくださいませ。クリックした後に、まあ、これ、ね、すぐ動かせるので、好きなところというか、まあ、その、うまい具合にこの C4 のところに、このオブジェクトを持ってきていただけたら嬉しいです。消すときは右クリック。で、消えます。で、鉛筆モードを選択しているときに、このオブジェクトの右側のお尻部分をドラッグすると、こんな感じで音を伸ばせるんですよ。で、これを使って、この0から1までのこの1小節の長さにこの設定をしてください。こんな感じです。で、ドが入力できたら次はミ。で、その次はソ。こんな感じ。こんな感じで3つ入力をしてみましょう。打ち込んだ後にこのね、ずらしたりとかできるので、まあ、その焦らずに打ち込んでみてくださいませ。ド、ミ、ソ。で、ここまでできたら、スペースキーを押して、再生をしていきます。ブン。ならない。ショートカットの A と D を押してみてくださいませ。A と D。この A と D で、この C クバーって言うんですけども、この赤いラインが横にずれることで、再生位置を変更することができます。A を何回か連打して、スペースを押してみましょう。なった。なったよー。なったよなったよ脳みそがなったよちょっとこの時点でちょっと面白くないですか？おおなったよ打ち込みしちゃったよみたいな。いいっすよね。で、その時覚えたい、ショートカットとしては、コントロールをしながら、このホイールをすることで横に伸び縮みをすることができます。こんな感じで。で、今度はコントロールシフトをしながら、ホイールをすることで縦の伸び縮みをすることができます。まあ、パソコンの画面はね、皆様それぞれ大きさが違うので、まあね、自分のサイズに合わせた、自分のパソコンに快適なサイズ感でですね、ちょっとこう作業するように、気をつけてみてくださいませ。こんな感じでございますね。で、この C コード。でーん。ってのが、まあ、8小節入力してるわけなんですよね。で、8小節の分、このままね、ポチ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 入力しても別にいいんですけれども、これちょっとめんどくさいじゃないですか。なんでコピペをしていきます。コピペ。コントロール Z。やり直し。で、コピペをするときは、選択ツールを選んで、ちょっとここでポイントです。よく見てください。この1のところから0のところまでを選択すると。これ左上からでもいいです。こちらからでもいいです。でもこの青い四角のこのサイズ感、これ大事。この0のところから1のところまでこれちゃんとね来てますよね。でもこれだとね短い。これダメ。これダメなポイント、やり方です。これ青の枠が短いじゃないですか。で、これもダメ。オブジェクトは選択されてるんですけども、この選択範囲、そのコピーする範囲がね、誤ったところになってしまうとコピーがすごくしづらくなるので、ちゃんときっちりこの1のところから0のところまで。ちょっと僕、癖でこのね、右上から、選択する癖があるんですけど、別にこれどっからでもいいです。左上からでもいいですし、お尻の方からでもいいですし。で、この0から1までを選択できたら、コントロール C で、コピーをします。で、コントロール V で、この、C クバーがある場所に、貼り付けができます。こんな感じで。もしくは、コントロール C でコピーをしたら、コントロール D でデュプリケートで複製をすることができます。まあ、特定の小説とかね、同じものをコピーするんだったら、多分複製の方が楽ちんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8。こんな感じ。これで、バッキングができました。イェーイ!できたぜー!ちょっとテンポ上げましょう。この BPM のところをクリックして150。どう?これだけでもちょっと面白くない?おお、なってるよ!ちょっとできてるよ!おお、いいんじゃないよ!みたいな感じになりますよね。で、これで今そのバッキング、伴奏が完成しました。で、この次はですね、この新しいトラックを挿入して、メロディーのトラックを作っていきます。どういう風にトラックを作成するかと、追加するかと申しますと、この三角をポチッとクリックしてください。そうすると、この曲の中に設定されているすべてのトラックが表示されるんですが、まあ今はね、デフォルトの1トラックしかないんで、1個しかございません。なんで、このトラックを追加しましょう。で、追加されたこのトラック2を選択して、今度また同じように、音色を選択します。クロマチック、オルガン。そうですね、リードオルガンとかにしてみましょう。で、ここから、パンパンパンペ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 ンの、メロディーを打ち込んでいきます。まず、そうですね。C5 から行きましょう。鉛筆ツールを選択して C5。
こんな感じ。で、これだとちょっと長いので、一拍分に設定をします。お尻をぐーっと持っていって、四分音符に設定します。で、あとはもう順番に。こんな感じで。そうすると。Oh yeah!Yeah, yeah, yeah. で、この後に、8分音符ってものが出てくるので、ちょっと短くして。で、ここで、ミレーどんとか8分音符。こんな感じで、できました。どう?できた!わあできたーいやーいいですねー。ちょっとまたトラック追加しましょうか。ちょっとこの柔らかい音が続いているので、こっち側はですね、そうですね、ちょっとキンキンした感じの。オルゴール選択しましょう。リードオルガンを開いて、で、このリードオルガンの、パートを全部コピーします。よいしょ。こうかな。で、オルゴールのパートを開いて、一番上まで持っていって、コピペ。いいじゃないですか。可愛さが増しましたね。こんな感じでございます。で、これで今その伴奏と、まあ、メロディーのものができて、完成って感じなんですけども、ちょっと試しにドラムとかも入れてみましょうか。トラックを追加してトラック4。音色の画面を開いて、このリズムトラックにチェックを入れます。そうすると自動的にこれがですね、ドラムの、音色に設定されます。で、ちょっとこれがですね、覚え系なんですけども、ドラムの場合は、その、鍵盤が出てきても、そのね、鍵盤の音ではなくて、ドラムの音がもちろん流れるわけなんですよ。で、この鍵盤に対して、バスドラ、サイドスティック、スネア、これはクラップかな?で、そのスネア、タム、ハイハットクローズの、で、タム、ペダルハイハット、タム、で、これオープンハイハット、タム、タム、クラッシュシンバル、これ多分ライドとか、あ、ハイタムか。で、これライド、で、ライド、で、この辺から金物がいろいろ出てきて、みたいな感じで。まあ、そのね、それぞれこのオブジェクトの場所が決まってるんです。なんかそのドラム、GM ドラム配列とかだっけかな。ちょっと名前忘れちゃいましたけど。ちょっとそれを覚える必要があるんですが、まあ何回かね、ポチ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 入力していれば、自然と覚えるかと思います。順番やってみましょう。ちょっとですね。スネア。これ。C の2がドラム、バスドラなんで、上のこれ。このバスドラムのところに、鉛筆ツールでオブジェクトを追加していきます。やってみましょう。こんな感じですかね。で、この今、この合間にさ、この入れたいとこなんだけどさ、この最小のね、この単位数というか、これがそのね、今8分音符に設定されているので、16分音符が入力できないんですよ。で、これどうしたらいいかと申しますと、16分音符、これ。この8って書いてあるところを16に設定します。そうすると、この合間のこの16分音符も入力できるようになるという、そんな感じの算段でございますね。こうです、こうです。で、下に書いてあるこのベロシティ。これ、いわゆるその強弱のことなんですけども、これだとすごいやかましいので強弱をつけていきましょう。まあ、32から。ちょっと32弱い。32ぐらい。32ぐらいちょっと弱い。を繰り返します。32ぐらいちょっと弱い。32ぐらいちょっと弱い。こんな感じですね。32ぐらいちょっと弱いを繰り返していきます。おーれ!突然、この選択ツールがね、うまくいかないときがね、結構ある。選択。おいしょ。で、ここで、OK。できました。こんな感じで、32、ちょっと弱い。32、ちょっと弱い。こんな感じのものを作ります。そうすると、後ろの方で、タカ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 となっています。で、1、E、エンダー、2、ここ。これ強くします。1、E、エンダー、強くならない。このベロシティの入力がね、ちょこちょこうまくいかないんですよね。いや、打っちゃおう。
ワンイエンだ、トゥイエンだ。ワンイエンだ、トゥイエンだ、ワンイエンだ、トゥイエンだ。いいですね。こんな感じです。16音符を入力して、ワンイエンだ、トゥイエンだ、スイエンだ、フォーイエンだ。2拍目と4拍目に、ちょっとこの強弱を入れましょう。こんな感じ。これができたらバスドラ、C の2番のところに4音符で、ドン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 と入力をしていきます。こんな感じ。そうですね。このベロシティが入力できなくなる問題がちょこちょこ発生するんですよね。これ悲しいなぁ。で、まぁ、あ、こんな感じになりました。で、2番の選択ツールを、使って、この選択をして、コピーをしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。こんな感じ。ちょっとなんか勝手に変える私。まあ、皆さんの繰り返すだけでもいいですし、なんかそのアイディアが思い浮かべば、なんかいろいろいじってみてくださいませ。ちょっと今私は遊んでます。クラッシュが入ってから。できたこんな感じです。どう？ちょっと面白くない？おお、なんだこれみたいな感じになるじゃないですか。で、これ今作ったものに関しては、ファイルのところから名前をつけて保存。で、この名前をつけておけば、いつでも呼び出すことができるという感じでございます。で、あとはそうだな、このヘルプの方にね、そのいろいろこのショートカット書いてあるので、参考にしていただければって感じです。でもなんかね、書いてないことも結構あるんですよね。デュプリケートのことも書いてないし、あとコントロールこのルーラーって言うんですけど、上のこの数字のところをコントロールクリックでスタート地点、オルトクリックで、終了地点。で、このルーピングをオンにすると、ここの範囲だけ。まあ、繰り返すことで、まあ、その編集しやすくなったりとかするわけなんですけど、まあ、そんなこともできる販売でございます。はい。ではでは、このザ・カエルの、トラック、ちょっと保存しておきますので、ちょ皆様にダウンロードできるようにしておきますので、よかったら、まあ、興味があれば、まあ、ダウンロードしてみてくださいませ。よろしくお願いします。まあ、基本の操作としてはこんな感じでございます。どうですか？ちょっとパッとやってみて。なるほどね。これは大変だけど、面白いぞみたいな感じになっていただけたかと、思います。なんで、まあ、皆様のその知ってる曲とかね、その、まあ、作曲してる曲とか何でもいいんですけどもね、そういったものをこう、バイアと入力すると、結構ね、その出来上がってくるとね、満足度高いと思うんですよ。なんかね、面白いというか、あ、なんか、すごいこの、一回苦労してなんか作り上げると、なんかこうね、何回も何回もね、反芻して聞いて、なんかニヤニヤしちゃうみたいな、なんかそういう経験が絶対出てくると思うんですけども。まあそういうのをね、繰り返していくと、どんどんその、音楽に対するその理解というか、造形というか、そういったものがその、深くなったりとかするので、もうぜひともですね、もういろいろモリモリと遊んでいただけたらすごく嬉しいなという感じでございます。では最後にちょっと私もまたですね、なんかいろいろこの遊んでみようかなと思うんですけれども、なんか適当に、なんか入力を、してみようかなと思います。どうしようかね。ブラスセクションを入力して。鉛筆ツール。ブー。いいっすね。まあやっぱりね、あれですよ。あれですよ。問題です。何の曲でしょう？まあ大体バレますよね。もうこれだけで。わかります？何の曲だか。鉛筆ツールをチョイスして。うん、てん。で、四分音符で。そうですね、16はちょっと細かすぎるんで、四分音符にしちゃいましょう。四分。ずれた。こっち。で、で、こっちで、さあ、何の曲か聴いてみましょう。こんな曲でございます。
テンポ上げます。ずれましたね、今。そして間違えて、新しい。ドラムのトラックを突っ込むと思ったら、間違えて音色変えちゃった。なんかどっかでリズムがずれてましたね。そんなことないか。で、ちょっとね、後半に、その、ドラムのトラックを作ると結構ね、ベロシティつけられない問題が発生するんで、ちょっと先に、つけたいベロシティに関しては先に入力をしておきます。8分音符。3連符。こんな感じかな。もうベロシティつけられない問題がもう発生している。これ何なんですかね。ベロシティつけられない問題。結構よく出てくるんですけども。あ、悲しい。悲しい。ベロシティつけられないの悲しい。これ何がダメなんだろう。チャンネルのロックとかもないんだけどな。何がダメなんだろう。私の日頃の行い。いや、ちょっとそしたらもう先に削除しちゃう。で、これで今メロディーが出来上がりました。で、そこに入力、まあ、追加入力したいのはやっぱりそのベースですよね。アコースティックベース、オン。で、これに合わせて、C2 から、8分音符で、ウォーキングベースするのか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。で、これをコピペします。ドゥンティンクン。上にしましょう。ドゥンティン。でん。で、その次、でん。ドゥンティン。ドゥン。ドゥン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 いいじゃない。てんてんてん。てん、てんてんてん。あ、なんか重なっちゃった。てんてん、てんてん。てんてんてん、てん。てんてんてん。てんてんてん、てんてんてん。こんな感じじゃない？てん、てん。てんてんてる。てんてん。てん。てんてん。てんてんてん。とかにしようかな。てん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 。てん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 。で、これをクリックコピーして。てん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 。てん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 。塗って。ババン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 でしょ。やっぱここはね。でれん。でん。でれでん。でん。いいんじゃない？ちょっと聞いてみますか。今ずれたね。これだ。ブラスセクションこれ。
いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。で、これに対してコードつけていきます。うたったん、うたったん、たんたんかな。うたったん、たんたん、うんうん。うたったん、うたったん。うたった。うっちゃったん。いいじゃない。うちゃったん。ちゃーちゃん。で、このシンコペーション、ちゃーちゃくシンコペーション。ちゃーちゃん。これちょっともうちょっと短い方がいいですね。これなんか今長い。これもちょっと短い方がいいですね。もうちょっと短い。いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。で、これがデュプリケート。で、ちょっとなんかテンション入れです。テンション入れです。テンション入れですね。おう。いいね。ちょっとこれ邪魔かな？こっちの方がいいかな？でもこれだけでちょっとなんか割と外しすぎだよね。ちょっとね。じゃあこんな感じにしましょう。こういって、たったんたん。違うな。ミド、ミド、ミド、こういうか。これが、どうせ、こんにちは。ちょっと変かなぁ。なんだこれ、私どうやって鍵盤で弾いてんだろう。なんかラフラット、ラフラットが入ってる気がするな。ラフラット、ラフラット仕入れ、ラフラット仕入れ。あ、なんかこんなのよく弾いてる。でもちょっとぶつけすぎだな。あ、でもこれいいな。で、ちょっとこの一瞬出てくればいいんですよね。こうなんかガッツリ出てくるからちょっと変な響きがするんだよな。なんでこれをちょっとこんな感じに短くして、タッツタッタッ、タッツタッタッ、こんな感じで、ちょっとこの短くして、ちょっとこのテンション一瞬だけ入れるみたいな感じのアレンジにするとどうだろうか。ちょっとこれで試してみましょう。あ、なんか選択配音変えられた。あ、こんなことできるんだ。いや、あれ？長さを変えられたぞ。長さを変えること、あ、長さ変えられるんだ。あ、初めて知った。あ、なるほど。あ、ここの境界線をクリックするで長さを変えられるんですね、いっぺんに。ちょっとこれはいいことを知ったぞ。今まで一つ一つポチ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 とやっていた。で、ちょっとそれはさておき。とりあえず、この、鉛筆ツールの時に右クリックしないとオブジェクトは消えないんだよ、問題。いいんじゃない？うたったん。で、またこのうたったんが来て。違う。2番の選択図。そしてこれを1番から打って、こっちにデュプリケートじゃなくてコピー。たったーん。で、このボイシングを変えて。たったーん。たったーん、たったーん。たった、たったーん。たったった。たったーん。たったーん。たーあー、選択をして、で、この長さを変えたい。いいね。おい、これいいよ。たんた。
歌って、たんたった、たんたったにしたい。たんたった、長さを一括、お、これは便利で、長さコピーして、お、これは便利たったーん。これは便利。これは最高だ。選択をしてコピーして貼り付けて、で、なおかつ選択をしてこの右側を伸ばすことによって音の長さが変わる。うたったーん。うた、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 うで、これが。これちょっと伸ばしましょう。てんてん。うっちゃっちゃちゃ、うっちゃっちゃちゃにしよう。うっちゃ、うっちゃ、うっちゃっちゃ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 ちゃ。なんか今、コードがちょっと前、明らかに。み。この、でが、こっち側に行って、これが、そう。なんか、この音が長い。うっちゃっ。この音を短くしたい。うっちゃっ。うっちゃっちゃちゃ。うっちゃっ。いえーちゃっちゃちゃ、ちゃちゃっちゃーん。うっちゃっちゃちゃ、ちゃちゃっちゃーん。うっちゃっちゃちゃ、ちゃちゃっちゃーん。うちゃっちゃん、うちゃっちゃん、ちゃんちゃん、うちゃっちゃん、ちゃんちゃんがいいっす。うちゃっちゃん。音としては、うちゃ、ら。みが入るといいか。うちゃっちゃ、うちゃっ、うちゃっちゃ、うちゃっちゃ、ちゃっちゃ。てーらん。なんだ、これちょっと、ちょっと、ボイシングを、ペーパン、トップノートをなんか、ペーパン。これさ、てーらん。てーん、てーん、てーん。ちょっと短めして、てーん、てーん、てーん。こうかな？おお！この音おしゃれじゃん。てんてん。どう？これ。おお、いいじゃん。で、ここのとこはその C4G でペダル行きたいから、ちょっと C 感を出すためにそのドミソ行きましょう。ドミ。シックスス。シックスもいいかな。いやー、でもシックス狙いすぎだな。ちょっと待って、ドミソ、アドナインスで行こう。こうで行こう。そして、これ行こう。これ行こう。これいいよ。うっちゃっちゃ、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 ちゃ、うっちゃっちゃ、ちゃっちゃっちゃ、で、これで、うっちゃっちゃ、うっちゃっちゃ、うっちゃっちゃ、で、ここでセブンスウッド感出すので、こうかな。これで、たたつたたつてたん、たつてたつてたん、たつてたん、てたん、たつ、たつ。これちょっとアウトした方がいい。
ロスティン。ちょっとこんちゃーん、つってってをちょっと伸ばしてた、つってってん。で、その時最後のこのメロディー、このアコースティックベースのフレーズともほぼほぼ、まずこのユニゾンの音を入れるから、まずここに、コピーをします。で、このユニゾンフレーズがオクターブ低いので、ちょっとこれをもっとまた上げます。どこだ?これ?で、ここに対して、フレーズを、ミから。で、いいねー。で、テンションはやっぱシックススですよ。シックスス。シがいらないな。違うなー。ド、シックス、ナインス。こういう感じ。ナインスでどうでしょう。ああ、メジャーナイス。いいですね。これ行きましょう。で、この微調整をしたときはですね、この音符マークをこのクリックすると、このスナップってものが外れるんで、めちゃめちゃこの細かく、この音符の位置を調整することができます。なんでこんな感じでこうね、微妙にずらして、このね、ダララン、ドルリン。いいっすね。できました。はい、今受けの入ってるね。いいね。で、その時ドラムがですね、C にこうですね、入るわけですね。でんでん、8分の3連で。パロゴーツツチツツチツツチツツ。このベロシティを入力できない問題なんとかしたいな。ベロシティ入力したいな。めちゃめちゃガサツなドラムになっちゃう。まあしょうがない。で選択をしまして、おお、なぜ？この選択範囲がですね、なかなかこの難しいっていうのもですね、これちょっと悲しいとこですよね。なぜかすごいこの、思った通りに選択できない。で、こういう時はですね、ちょっと離れた場所にね、入力するといいってものですよね。そうすると、影響がない。OK! で、この影響がないこれを、ペースト、ペースト。で、D、D、D。D していきましょう。D, D, 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 D. チンチン、チタ、チタツツ。チタツツ。チタツツ。お、大丈夫か、大丈夫。大丈夫っす。たたちつたたとどくぱどぱちぱっとぱち。てちょちんちりちんちりちりちん。いいじゃん。そうですね、もうちょっとこのベロシティをちょっといじりたいですね。本当はこれをちょっといじりたいところだけど
まあ、こんな感じ、今このね、バーッと使いを作り終わったわけなんですけれども、まあ、こういったことがですね、まあ、このフリーソフトを使って、ま、作ることができるって感じなんですよね。ちょ、このドラムのね、ベロシティなんとかしたいもんだよな。これね、何なんだろうな。入力できるときと入力できないときなんだよな。入力できるオブジェクトと入力できないオブジェクトがあるとか。そういう話？たくさん拡大をすればできるとか？そんなこともないな。まあ、ちょっとそんな感じで少し難易度のとこもありますけれどもね。でもまあ無料でこんだけできれば十分って感じでございますよ。まあもうちょっとね、いろいろいじろうと思えば全然もっといじれるんだけれども、まあこんなことができるよっていう、まあちょっと一つの例としてまあ紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあこちらのトラックはですね、またこの名前をつけて保存して、ザ、あ、まあその、皆様の元にお届けできるようにしておきますので、興味があれば、ダウンロードしていただいて、まあ、鳴らしてみていただけたら幸いでございます。このファイルのところから、開くをやって、で、このね、ダウンロードしたやつ、これをこうね、ポチポチってやれば、この僕が今作ったトラックはもうそのまま、皆様のパソコンに行きまして、皆様のそのブラウザの方でこのシグナルベース、バーセルかな、の方にこの行って、音が鳴らせるはずでございます。そしてね、今、もう、バッチリその、あれですね、ベロシティがもう無効になっちゃってる感じですね。このベロシティがつけられない問題がちょこちょこっとあって、ちょっと惜しいって感じですね。いや、これ、ブラウザを立ち上げ直して、で、開いて、まあ、いわゆるその再起動してみればどうだ？どうだ？あ、動いた！あれ？動いたぞ。動いた動いた。ってことはこれ動かない。動かない。なぜかドラム動かない。まあ、そんな感じでございます。皆様よかったらチャレンジしていただけたら幸いでございます。まあ、後半の方ね、ごにゃごにゃとややこしいことしたかもしれませんけどもね。まあ、やってることは基本的にね、そのまあ、ポチポチと、楽器を選んで打ち込んでいくって感じなので、まあ、同じように感じです。皆様も楽しんでいただけたら幸いでございます。そんな感じで今日は無料の、ウェブアプリのシグナルファーステルの紹介でございました。ぜひ皆様もポチポチと打ち込んで楽しんで遊んで、まあ、このおもちゃで、まあ、音楽をより楽しく、より面白く、そして造形深く、理解をしていただけたら幸いでございます。そんな感じで終わりにさせていただきましょう。今日も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。はぁ。